はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、めちゃめちゃ久々にですね、ゆたぼんくんについてのお話をね、見ていこうかなと思うんですけど、こちらの記事ですね。高校生 YouTuber、ゆたぼん、SNS の誹謗中傷で訴えるもん、人違いで取り下げていたーっていうことで、まあこれね、ゆたぼんくんというより、ゆたぼんくんの弁護士がやばいことやってたぞーっていうような話なんですけど、人違いで、 関係ない人のことを訴えていたっていうようなねそんな話なんですよねまあその間違えられた人は心身ともにかなり参ったみたいなんですけどこのユタボンんの弁護士はですね別に悪いことやってねえしみたいなコメントをしてですねやばい態度を取ってるわけなんですよねでね他の弁護士の人がこの件に関して言及してくれてるんですけどまあ、確実に訴えられたら負ける案件だぞっていうようなねことが言われてたりそんなやばいことをやっちゃってるというようなお話なんですよねということで で今回はその件についてね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで元光がユタボンんを取り上げた時自称少年革命家のユタボンという肩書きだったわけなんですけど現在はね冒険家になってるんですよねまあ、少年ではなくなってるっていうような話なんですけどあのユタボンパパとも離れ自分でね、えー、YouTube を更新してってるっていうような話なんですけどまあ今は自分でいろいろ頑張ってるみた まあユタボンくんの炎上ってこれ本人というよりはユタボンパパに批判殺到している内容が多かったですからねよく炎上事といえば。で、まあ、今回の話なんですけど、まあ、ユタボンくんがやらかしたっていうよりは弁護士さんユタボンくんについてる弁護士さんがやらかしたということで、まあ、ユタボンくんは間接的な話になるわけなんですけどちょっと見ていきますね。クソがて事故ってててくれなないかなと高校生、YouTuber、のユタボンが誤爆していた たと栃木県に住む本間さんの自宅に特別送達と書かれた裁判所からの分厚い郵便物が突然届けられたのは6月末のことだったってそこにはということであるこの人がいたわけですね本間さんって人そこに郵便物が届いて原告はユタボンの通称で活動しているユーチューバーであり現在高校1年生であると。 などと書かれた国訴状が入っており被告は本間さんになっていたということで本間さんに対して訴えるぞというような内容だったわけですね被告は匿名で X 旧ツイッターのアカウント A で訴状では実際のアカウント名を利用して投稿を行った人物であると、まあ、本間さんに対して X で投稿しましたよねっていうことが言われ本件投稿は当時原告の父親と共にトラックで日本一周をしている原告に対し クソガキ、誰かにいたずら嫌がらせされたり事故ってくれないかなと原告の生命、身体が害されることまで祈願しつつ侮辱するものでありということで、まあ、お前、こんなこと言っただろうということで訴状が届いていたわけなんですよね、誹謗中傷すんなと。でね国訴状にはこんな文言が並び25万8760円を支払えとなっていた。 本間さんは遺写料など約25万円超えの支払いを要求する民事訴訟をユタボンに起こされていたのであるとしかし A なるアカウントは本間さんのものではなくクソガキなどといった書き込みも全く身に覚えがないなぜ自分が訴えられなかったのか本間さんには全く理解不能だったということで、まあ、訴状は来てるけどそんなアカウントは本間さんが持ってるものでもなくそんな書き込むした覚えがないということなんですよね、まあ、人違いだ っていうような話で25万円請求されているしまず最初に思ったのは裁判所を名乗った詐欺ではないかということでしたでも応印までして手渡しで受け取る郵便物でしたから本物だろうと考え直しともかく弁護士事務所に相談に行くことにしましたとでね告発上が問題視しているユタボンに対する誹謗中傷の書き込みがあったのは今から2年前の2022年10月ユタボンがデート経験のない男 男性に対し、え、俺でもデートしたことあるのに、みんな学校行ってたのに、デートもしたことないの、やばー、まあ、こんな返答したんですよね。とリプライしたことに対し、A というアカウントの人物が、下記のように反応したのであると、このクソガキ、日本一周中に誰かにいたずら、嫌がらせをされたり、事故ってくれないかな、わらーっていうような、まあ、誹謗中傷してきたというような流れだったみたいなんですよね。で、うた本は弁弁護護士士に A のの特定を依頼がが割り出したのが本 本間さんだったとという流れであると、まあるまここ子供だったユタボン君が直接この投稿を見たのかそれともユタボンパパが依頼したのかそこら辺細かいところは分かんないですけどまあとにかく弁護士に依頼されたとでちなみになんですけどその弁護士っていうのが前々からね、えー、ユタボン君の YouTube 動画とかにも出てた福永弁護士なんですよね誹謗中傷でアンチから300万円だーとかっていうようなね動画も上げていたわけなんですけどまあ、この人に依頼したという流れなんですよでなぜこんな人違いが 起きてしまったのか理由は単純で弁護士が割り出しのために調べた電話番号の契約者が変わっていたのであるということで弁護士の調べたのが間違っていたということなんですけど問題の書き込みがあったのが2022年10月本間さんが当該の電話番号を KDDI で契約したのは書き込みから1年以上経過した2023 12年月つまり弁護士の手元に情報開示の結果が届いた時には A、まあ、この悪い投稿し

やられる情報でやれることをやった結果今回の被告本間さんを発信者として訴訟をやったというだけの話ですそれ以上は確認のしようがありません同じ携帯電話の番号をいろんな人が使い回しているケースは稀にあってそうなると犯人を追えないことがあるってだけの話でしょう一般的にいつも追えないわけではないのでってまあ確かに弁 弁護士としては一連の一般的な流れを踏んだだけだという言い分は分かるんですけどただですね冤罪でさ訴えられてる人の身にもなれよっていうような話なんですよねせめていや申し訳ない気持ちがありますとか一言入れるべきなんじゃないのだって間違えられた人は弁護士に相談とかまでして自分の無実をね証明しないといけなくなっちゃったわけなんですよね手間やお金をかけて冤罪状態になってるのにまあ 申し訳ないの気持ちもないというような弁護士の発言なんですよ。これちょっとむちゃくちゃじゃねって思っちゃうんですけど、事実はそうであっても、ごめんなさいの一言ぐらいいるでしょう。結局、この訴訟は9月5日に取り下げられ、本間さんの冤罪は晴れた。しかし、巻き込まれたことでかなり疲弊していると。最初に相談に行った弁護士事務所では、訴訟を引き受けるのには40万円かかりますよ。 請求額の25万円より高いと、ある意味で親切心から25万払っちゃった方が安いですよ、的な話をされました。でも、それではどう考えても不条理ですからって、まあ、それはね、自分で投稿してないんだから、弁護士を頼らないで、自分で訴訟に対応することにしましたということで、まあ、弁護士には頼らないという方向で話を進めたみたいですけど、まあ、泣き寝入りっていう形まで進められちゃってた状態なんですよね。まあ、かなりメンタルに来るかなと思いますよね、一般の人だったら。 で答弁書を独学で書いて口頭弁論の日には仕事を休んで栃木から東京地裁に出廷しましたってむちゃくちゃ労力使っていますよね全く裁判の知識はありませんでしたから休日を利用して弁護士の無料相談にも何回か行きましたと、まあ、ある種知識はついたかもしれないですけど必要ない知識かもしれないですからね本間さんは毅然と対応したことで事なきを得たが SNS による誹謗中傷問題が増えていく中今回のような ケースも増えていいるのではないか動揺してそのまま放置してしまう気の弱い人もいるだろう身に覚えのない訴訟を起こされた場合どう対応すればいいのだろうか弁護士法人響の古藤弁護士はこんなアドバイスをするって訴状はいきなり送られてきます何月何日に裁判所で口頭弁論があるので反論があれば答弁書を出してくださいと書かれた書類が入っています気が動転してしまってどうしようと考えているうちに答弁書を提出せず最初の口頭弁論 答弁のの日ににも出席席しなないいとととうことになると本人欠ままま裁判が行われます法律の世界では反論が出ないということは被告は原告の主張を認めていると考えますので原則として原告の請求をそのまま認める判決が出ますですからともかく答弁書だけは出してください形式が整っていなくても本当に身に覚えがないし原告の主張は間違いですと自分の主張を簡単に書くだけで大丈夫ですというふうにねアドバイスされてるんですね。 んで,すよ、ね、でユタボンが訴えられたらと答弁書の用紙は裁判所から送られてくる封書の中に入っており答弁書さえ出せば最初の口頭弁論には出席しなくても構わない時間的に余裕ができるためその間に市役所や弁護士会が開催する無料法律相談に行ったり国が設立した法的トラブルの解決を支援する法テラスに相談に行くのもいいだろうそうことを弁護士は続けたとユタボンのように SNS で誹謗中傷を受け民事 訴訟を起こすも人違いいととなななるケースは少なくないとまあそりゃそうだよねタイミング的に携帯を変えたとかそういうタイミングだったら今回みたいなケース全然ありえますよねで2020年に自死したプロレスラー木村花さんの母親が投稿者に賠償を求めた裁判でもやはり人違いがありました遺族の感情を害する投稿のスクリーンショットを入手しそれを元に投稿者を特定したのですがそのスクリーンショット自体が偽造だったようです花さんんんへの中傷を書き込んだほとんどの 投稿者がツイートやアカウントを削除し逃亡したため母親は投稿のスクリーンショットを元に訴えを起こすしかなかったのですとまあ、人違いパターンはあるぞとただ間違えられた側はかなりの精神的苦痛を受けたと思われ母親に対して880万円の損害賠償を求めて逆に提訴訴えは棄却されましたが実に後味の悪い結果となっているとまあ、これ棄却されたらびっくりなんですけどただ母親の状況が状況という風うに鑑えられ たのかなとも思いますよ、ね、でユタボンの今回の人違いは「訴えられたら確実に負けます」と弁護士からはっきり言われてるわけなんですよね。まあ、こういう言い方って本来弁護士は言っちゃダメだと思うんですけど100%とか確実だとか、まあ、しかし今回の場合は「ユタボンくん完全アウトだぞ」って他の弁護士から言われてるわけなんですよね。で本間さんは単純なミスのようですから「ユタボンさんを訴えるようなことは考えていません」というとすごいね。 Eh? <laughs> 冤罪かけられてるのに本間さんは、まあ、全然いいですよって言ってるわけなんですよね。まあ、とはいえ、まあ、こんな感じで記事に自分でインタビュー受けるっていうことは、まあ、それなりにこれは発信したい内容だというふうに感じたんだとは思うんですけど、それに一般の人からすると、訴えられたから訴え返しますとか、まあ、それはそれでメンタルとかかなり労力もかかることなんでやらないということなんだと思いますね。まあ、もちろんん本間さんがそれでいいいっていう話ならいい わけけなんですけどたださっきのねこのユタボン君の弁護士の態度っていうのはちょっとおかしいなと思いますけどね間違えて訴えているのに私はやれるだけのことをやっただけですよみたいなめちゃめちゃひと事みたいなねそんな弁護士の言い分になるのはそれはおかしくねって思っちゃいますけどね SNS による誹謗中傷が新たな被害者を生んでしまったわけだがこのようなケースは今後増え続けるだろうっていうことで、まあ、全然ね同じようなパターンでそうなです が届くっていう可能性もあり得ますよ、ねまあ今回のやらかしっていうのはほぼほぼ弁護士さんの問題なんじゃないのかなと思うんですけどまあただこういうことがあったんであればユタボン君もごめんなさいだとかまあ一言入れるべきなんじゃないのかなとは思っちゃいますけどね。とは いえ、弁護士の態度やばすぎでしょ。びっくりだったんですけどね。ということで、ネットの意見も見ていこうと思います。携帯番号で人物特定してるから、番号の持ち主が変わったら、その人が冤罪で誹謗中傷犯にされるのかって、にしても福永弁護士の言い方よって、人違いされて精神的苦痛を受け、時間も労力も使ってるのに、許せる本間さんは懐が深いなって、いうことで、まあそうだよね。言い方ちょっと問題あるくねってなっちゃいますよね。他に はたぶん間違えて人違いの人を訴えるも弁護士は悪びれもせず「ユタボンは都合の悪いことをポストすらしてないぞ」っていうことで「ひ一言ごめんぐらいいるんじゃね?」っていう風なな意見がやっぱ多いですよね他には「福永氏弁護士のくせに随分な雑な仕事っぷりだな」って少なくとも誤爆相手にはきちんと謝るべきではってまあ訴えられないからいいだろうとかそういう話じゃないですよね。 とか他には誹謗中傷と同じくらいのことあるいは実害としてそれ以上のことをしておいて人とごとみたいな感じやなーって何にも知らないジジババなら払ってるやろうって詐欺と言われても仕方ないぞーっていうふうにね、まあ、厳しい指摘を受けたりもしてるわけなんですよね。まあ、ということで今回はユタボン君人違いで人を訴えてしまった。 でその弁護士の態度がヤバすぎるっていうようなねそんなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました